でございます。じゃあ登場していただきましょう。宇都宮市のミヤリーちゃんです。どうぞ。ミヤリーちゃん早いな。早い早い。じゃあミヤリーちゃんご紹介お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、宇都宮市のマスコットキャラクターミヤリーです。はい、ミヤリーは、頭にサスキの冠をかぶっていて、はい、ピンクと白の可愛いサスキの花ですね。市の花がサスキなのでサスキの冠をかぶってます。頭の上には黄色い、ちっちゃい黄色いも見えますかね。イチョウの妖精ハッピー、ハッピーって言います。イチョウの妖精のハッピーを乗っけてます。そして背中にはなんと羽が生えてます。ミヤリーは宇都宮の妖精さんなんですね。妖精なんです。はい、宇都宮妖精ミュージアムというのがあって、あの妖精の街ということで PR してるんですね。はい、でミヤリーさんいつもちょっと上から目線の毒舌なキャラなんですが、今日はね、モーカイチゴフェスタっていうことでちょっと可愛らしくイチゴのお洋服で着てみました。はいはい、はい、そして、宇都宮市といえば毎月25日は愉快の日といって、現在飲食店をはじめとして102店舗愉快ショップということで登録してもらっていて、毎月25日にその愉快ショップに行くと、お楽しみメニュー、いろんなサービスメニューが受けられるということで、実は毎月1回25日付近にミヤリーもどこかしらの、愉快ショップにお邪魔して一緒に PR してるんだよね。はい、そんな宇都宮市内の取材活動も頑張ってるミヤリーです。はい、こんな感じです。はい、はい、今日はミヤリーちゃんいろいろ衣装があるんですよね。はい、今日はイチゴに、イチゴに合わせてイチゴと、はい、着てきてくれました。はい、もうちょっと普段独自キャラでね、ちょっとそれが売りになってるミヤリーちゃんでございますけど、はい、今日は僕には何もやめてくださいまた宇都宮も本当餃子の街として有名で、はい、この4月の19日から、10月20日21日と横浜の赤レンガ倉庫で、宇都宮餃子祭り横浜というイベントもやりますので、そうですね、もし都内とかね、神奈川県にお住まいのご親戚の方とかいましたら、宇都宮餃子赤レンガで食べられるよとご紹介してもらえればと思っております。もうすっかりね、ミヤリちゃんおなじみになりましたね。はい、ということで宇都宮市代表しましてミヤリちゃん来ていただきました。ありがとうございました。